お疲れちゃんスラッです。今日はですね、新環境おすすめの一挙を6つ紹介していきたいと思います。というわけで、昨日ね、シーズンが終わったというわけで、ある程度こうデッキが定まってきましたね。はい、フェニックスとモンクが登場して、またゴブリンナイトが強化されて、まあ、いろんなこうテンプレデッキとかも生まれてきたので、まあ、環境中心ね、あのメインなデッキを6つ、はい、紹介していこうと思います。というわけで早速1つ目がエリゴレです。まあ、ランキング形式かね。はい、第6位エリゴレです。まあ強いのはめっちゃ強いです。はい、強さ順で言うとでもね、ほんとトップレベルではあるんですけども、まあ、やっぱ安定度とか、万能度とかで考えると、まあそこまでかなというわけで、まあでも強いっすね。ほんとマルチ上位でもなんだ10何位とか20何位とかにもエリゴレがいるぐらい、あの強いので、リセットね、はい、されたので、まあ上げていこうかなと思います。久々にトローゲーをしてね、こうおもれえなーって、うん、もうあのクララはおもろいんですけど、当たり前にやっぱこう最終日こう何時間もずっとこう最近ちょっとあまりできてなかったので、久々にしてね、トロ上げのモチベがちょっと出てきましたね。やべ、ヒーラー弱。はい、というわけでこれは良くない例ですね。こんな頑張って守って攻めが中途半端になるっていうのは一番良くないので、まあ、エリゴレ、これもう、初手エリゴレ、もう、ガンガンやっていきました。はい。脳みそ捨ててください。このデッキ使うときにはね、というデッキですね。エリゴレ、ヒーラー、フェニックスですね。基本的にはというか、まあ、そうっすね。フェニックスがマジで強いので、エリゴレ、ヒーラー、フェニックス、レイジ、しとけば、勝てます。本当に。で、まあ、吹き矢がね、うわぁ、すごい。まあ、一応ね、矢を打っちゃいます。矢打って、さあヒーラーもいるので、さあここは回復しつつの行きましょう。エリゴレドーンからのレイジポーンからのフェニックスと、あとはまあヒースピとかねつけとくといいですね。基本的にマジでエリゴレ、ヒーラー、フェニックスっていう形が止まりません。でロケットとかライトニングとか打たれて、まあライトだったらフェニックス死なないんですけど、まあ、フェニックスやられてもこんな感じでね復活するんで、もう相手は無理ですね。はい、でまあスケルトン部隊とかね頑張って出したいけど、コストがそんな足んなかったから、もうフェニックス強すぎて終わるっすね。はい、とまあ形を組めば、あの最速最強、まあもしかしたらね来シーズンとかエリゴレで世界一位が生まれるかもというわけで、さあプラス6なんか6もらえたっすね。はい、6位はエリゴレですよと。続いて第5位おすすめがこちらロイジャイですね。はい、ロイ、僕、終盤結構使ってたんですけど、まあ、このロイですね。で、一応、ファイボ型もあるそうです。で、あとは、なんか、ザッピーを入れてる人もいましたね。ハンターじゃなくてザッピーとか、まあ、フェニックスを持ってなくて、マザネクザッピー、ん?マザネクハンターとか、まあ、ザッピーハンターとか、の人もいますけど、まあ、できるだけやっぱフェニックス入れとくだけで強いんでね。はい。入れましょう。フェニロイです。さあ、やっていきます。で、まあ、なんだろうね。まあ、強い、なんか攻めの形の、まあ、一つとして、まあ、モンクロイジャイフェニックスですね。はい。まあ、ロイの後ろにフェニックスがいる。そして、ロイの前にモンクがいる。もう、それだけで、あの、最強の形になるので、よいしょ。少しね、こう、カウンターとかなったら意識してみてもいいかもですね。まあ、あとは、モンクの後ろに、わー、すんごいの来た。文句の後ろにゴブリンとかつけとくと、反射があるんで、相手もね、ウッドを転がしたくても、転がしにくいみたいなのがね、結構あって強かったりもします。さあ、これなんか、いっちゃおうかな。普通に右サイつければよかったんですけど、まあいいや。そう。相手はエリババも使って、小屋も置いてというわけで、火力がないので、今、こんな感じで、ロイがぶっ刺さってます。はい。ちょっとファイスピーでな。小屋めんどくせえな。さあ小屋ちょっとめんどくさいので、やべえ無限、やべえ、ちょっと待って、あでもいいか。さあ何が強いってニコスのゴブリンです。はい、マジこれの前に文句とかつけて反射するだけで、もし相手が撃っときたらね、反射してもゴブリンが生き残って、なんならそれだけで強いみたいな。マジ残り物の前に文句つけて反射するだけで、相手のウッドとかやらない雪玉全部跳ね返すんで、
それ強いっすね。本当に。強すぎるレベル。で、まあ、あとは、もう本当フェニックス流せばいいっすね。で、遠距離系、マスケとか着衣とか来たら、文句即つけ。まあ、これだったらロイつけて、エリババ誘って、まあ、フェニックスで全回収みたいなプランもある。うん。さあ、まあ、回収しますか。アイテムの剣がすごいね。で、これ、文句がマジで。いや、フェニックスもめっちゃ強い。おっ、ああ、反射してよ、それ、今。ね、反射当たりそうですけど、多分、ファイボがね、文句に当たってなかったんでしょう、普通に。いや、まあ、何も持ってねえんだろうな、多分。まあ、チャンピオンなしは、またちょっと紹介できたらなと。まあ、今回はね、主にも本当に環境の大流行を、まあ、全て紹介します。さあ、いや、マジでフェニックス強すぎてやばいな。相手もあんの一生フェニックスの鳴き声聞いてるやん。さあ、夢でね、聞こえてきちゃうよ。まあ、グッドゲームと。まあ、リセットされてすぐなので、このプラス5って何なんだろうね。あ、なるほどね。これすげえわ。なんか最初は6で5だから、もう一気に増えてんだ。え、そんな感じ？ピューンって上がれるっすね、そしたら。今2にいるっすもんね。マスターじゃねえ、修羅の道の2の2にいるんですけど、次が出たら多分一気に上がりますね。これを繰り返していくと多分早いっすね。さあ、というわけで第5位はロイ・ジェイでしたよと。続いて第4位がこちら、迫撃砲ですね、迫撃砲。迫撃リガーに、まあ、フェニックスが入ってるよと。で、その代わりタルババとかね、ウッドとかの、まあ、2コストの呪文が入っていませんって感じっすね。まあ、でもこれがね、結構強いっすね。まあ、これもマルチ上位にいました。てか、マルチ上位にいたデッキしかほぼ紹介してないですし、まあ、強いデッキですね。はい。というわけで、まあ、何が強いって、普通にスケキン、スケブのセットが強いのと、まあ、なんだろう。もうドヤン、ドヤン、ドヤン。まあ、フェニックスも強いっすよね。なんかこのフェニックスが残ってるのにディガーで卵延命もできますし、普通にね、この小物に対してディガーで攻めることもできますし、ちょっと組み合わせの幅がね、広いっすね。フェニックスが結構合いますね。さあ、これ相手遅延スケラで、まあ、トレネで対応してくるのかな。まあ、ちょっとコストがすごいなさそうで、めちゃんこダメージ入ってるんですけど。さあ、これ今の相手のトルネードは3コストルネなので、ここでディガーまで行っちゃいます。ちょっと早かったかな。ちょっと早かったっすね。今ディガー行くとこの卵を延命できて、フェニックスで、ね、生まれることができたんですけど、まあちょっとディガー下手でしたね。はい。で、呪文はファイボと、まあマザネク飛ばしたりとか、あと文句も結局反射のタイミングさえずらせればファイボで処理もできるんで、まあ、フェニックスとかに対しても有効だよねと。打ってもいいっすよね、めんどかったら。まあ、打たなくてもいいっすけどね。はい。というわけで、ちょっと早めにね、こっち処理して、もうこれだけでエグくない？なんかフェニックスがいるだけで、いや、カウンターの形強くねってなるんですよ。さあ、これには相手もね、ボーボーせざるを得ないよ。で、ここには、ソウルコール、卵も残らない。で、まあ、これに対してね、コストを使うと、じゃああなたこれはどうやって守るのみたいな感じで、まあ、どんどん無限に攻めれるわけですよ。はい。よいしょ。迫撃砲ですね。まあ、迫撃でプレッシャー与えて、ユニット出たのを、フェニックスだったら吹き矢で回収して、そこに対してまたディガー。で、また迫撃砲でプレッシャーでっていうのは無限っすね。まあ、延命してもよかったけど、もうする必要もないみたいな。で、こういうのも、しっかりね、延命できると、熱いよねの、よいしょ。スケキンスケブも強いですから。まあ、ハイブってもいいですね、あれは。で、フェニックスがやられる瞬間ぐらいに、ワンチャン延命できそう。さあ、卵が。いや、マジ、ギャングがね、スケラケとかにも最強ですから。キアもギャングもいるんで、意外とこのスケラに対してはね、このデッキちょっと強いかもしれない。さあ、とまあ、
ゴリ強ですね、この迫撃は。まあ、きついのはね、まあ、打っとくないんで言ったら枯渇とかにはなるんですけど、枯渇とかに対しても結局フェニックスディガーとかでもう、スケブでね、守ったりもできるし、結構なんとかなる。てか、まあ、枯渇がいないっすね。フェリモンに勝てないんで、っていう環境です。はい。テンプレデッキがほぼいません。新しいデッキしか今はいないよと。さあ、続いて、第3位が、こちら、バルフリですね。新しいデッキしかいないと言った中で、まあ結構古参のボーラーバルーンフリーズがちょっと進化してると。一回紹介したかな、うん、ボーラーが文句になって、まあインドラとかベビドラノックがフェニックスになったよという感じっすね。はい。こちらめっちゃ強いっす。これ、世界2位フィニッシュしたアナバンが使ってましたね、今季。はい。世界1位はちなみに、ルーカスっすね。さあ、という感じで。まあドリルか。まあこういうね、ランバーとかでもバルーンつけるだけで強いですけど、まあまあまあ。基本的にね、守ってユニット残ったところにバルーンを添えてカウンターですね。シンプルではあるけど、その守るのが意外と辛かったりもする。うん。さあ、ガンガンもう守りにコストをね、はい、使っています。で、相手はドリルか。吹き矢、インフェのやつですかね。吹き矢を割いたんで、多分フェニックスが最強だと思います。最強です。で、しっかり守って。なんかすごい。いや、ランバー生きてくれたらマジで神。いや、マジでこれ神です。はい。これにつけるだけなんですよ。本当に。あえてこれ防衛むずいよ。フェニックス行かれて卵になるんですけど、この卵が復活し、あーロケットだった。いやロケ、え、当たってねえやん。ロケだ、ロケか。フェニックス文句で反射すればめっちゃ熱かったですね。全部生き残ったっていう、まあ、バルーンの弱点のロケを、まあ、それこそ文句で跳ね返せれたとか、まあ、とりあえずフェニックスがね、レイジでランバーのレイジでね早く孵化するよとか、なんかマジこのデッキはね、まあ、完成度が高いし、パワーも高いし、本当に、トップ3、3位に上げましたけど、1位張れるぐらいのね、強さはあります。さあ、吹き矢を早めに処理すると、フェニックスが無双するよと。あ、で、これ見て、反射しようぜ。絶対ロッキー来るぞ、この人。ふいっ、にゃー、完璧ー。そんなに都合よくうまくいくものって感じではあるんですけど、さあこれね、相手からしたらもう無理っすからね。ロケ打たにゃそんなにユニットね守れねえよっていうのを文句で跳ね返せちゃう。理論上も罪ですから。さあ順調に上がっております。すぐ上がりそうっすね。はい。というわけで続いて第2位がこちらのフェニモンスケラですね。はい。ザッピー入りだよというわけで、まあこれはですね、使いやすさナンバーワンかもしれないですね。ほんとなんか墓石置いてザッピー流して、まあ1コスもスケがあって、この辺適当に流してもスケラ打つだけで。まあ適当には言い付けですけど。まあモンクフェニックスですね。モンクフェニックスの形はね、結構徹底した方がいいですね。モンクの後ろにすぐフェニックス。はい。マジ強いんでね。で、あとはまあ、墓石がフェニックスに対して強いだとか、まあなんか、まあそうですね、墓石が本当はフェニックスメタではあるので、いいかなと。で、このスケの枠が一応なんかね、ゴブリンになったりとか、まあ一つちょっと特殊な例だったら、マザニクに、なってるやつとかも一応はあるんですよね。そうなので、まあ俺マザニクめっちゃ好きなんだよね、愛してるんだよね、みたいな人がいれば、まあもしいれば、やってみてください。まあ、これはゴブリンで対応された時に何もできなくなっちゃうんで、まあ、フェニモン組んでさあお互い見合いっこしてね、おもろい。うん。でこのフェニモンに対して、フェニモンってマジ一体のキャラみたいな、フェニックスとモンクでさえ、フェニモンに対してはね、このザッピーがマジで強いんで、そう跳ね返されないんでね、いらんかったっすね絶対。
というわけで、こうスケラとかで攻めたのを、まあ、全部ねザッピーとかで回収できるよねと、まあ、フェニモンに対しては優秀、ほんと対策カードの一つですね。さあ、でこれもしかしたらですけど、もしかしちゃってんすよね。緊急事態発生、ミラー対決。いやミラー対決はね負けられないっすよね、さすがに。ミラー対決勝てねえようなデッキを紹介すんじゃねえってなる。うっ、これ早めに処理しちゃおこう。おー、相手苦しくてポイズン使ってますね。美味しいんじゃないですか。うん、エームがええやん。これポイズン使ったし打っちゃおうぜって言って、スケラ打ってポイズンも流して、まあ、ああゴブリン強っ。スケではなくて相手はゴブリン型だよ、だよと。さあ、まあまあこういうね、スケラプラスポイズンまで打ってる時に打つ、スケラ打ってポイズン打てないっていうのが一番寒いんでね。まあその相手に受けがないならいいんですけどね、全然。よいしょ、やばいやばい、痛い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 。でこのスケラの受けにはマジこの後ろが強いんでね、多分こうザッピー高めです、高めで止めちゃう。さあポイズン使ってきた。いやスケラめっちゃ打ちたかったんですけど、まあ相手がポイズン使ってきたんで、後ろからこんな感じで回して回して回して、これまた相手きついです。で墓石まで、あーもう相手つらそう。でこの文句の反射であのタワーダメージもね稼いでます、こっそり実は。おー、タルババ強い、偉いなーマジで。さあで気づけば端前もたまるし、スケラも相手はね棒ポイしないと、まあゴブリンがあると。さあ棒ポイしたらこの上はどうする、ゴブリンがこれにコロコロコロン。さあさすがにこれはもう止まりませんよと。さあミラー対決もねしっかり勝ってるようになりましょう。まあ墓石をねスケラ用の受けとして後ろに出すのが結構強いですね、スケラ対決は。というわけで今のが第2位と。では続いてラスト、おすすめ第1位、まあ感づいてる方もいるかもしれませんが、こちらディガポイ、ディガポイという名のフェニモンです。はい、もうこれですね、今回世界1位だったルーカス、そして世界3位のムギも使ってましたね。はい、とかまあみんな使ってたんですけど主に使ってましたよ。というわけでこれもなんかねいろんなパターンがちょっとだけあって、ギャングがゴブリンなパターンですね。まあ僕はギャングの方がすごい使いやすいかなと思いました。やりゴブがねいい味出ました。でボムタワーがインフェですね。そうインフェだとよりフェニックスに戦いやすい、てか大型にも処理しやすいっていうので、まあインフェでも全然強いなと思いました。なんならボム型はそこまで触ってないぐらいなんですけど、はい、これ文句で跳ね返せるんでわざわざポイズン打つ必要もなかったっていうところもありますが、まあこのディガプはマジでそのなんだろう、最強、とりあえずそのアイスピでこう止める、なんかアイスピちょっと前に強化されたんですよね。だから時間も長いし、いて回転も速くなるし、なんかマジで最強なんですよね。よいしょ、さあフェニックス出して、とりあえずまあ何が最強かっていうとフェニモン、結局ねフェニモンが強いだけみたいなところはあんま否めないですけど、さすがにウッドして80% 軽減して、おこれは結構痛いぞあのフィザード。いやーもうちょっと受けてくれるとよかったですけどね。さあホグというわけで、まあ、ホグにはボムタワー使えばいいかなと。よいしょ、あれなんかあのウィザード許せんタゲしてたっすね今。さあでもこれはあー負けそうだな。勝つ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 。で呪文がまあ矢の雨だったんで、そのまあギャングを出すと矢の雨打ってくれそうっていうので、同タイミングぐらいに出して反射を狙うとかでもいい、まあ、とりあえず後ろから文句ね出しとくだけでも結構強いんで、
チャンピオンサイクル崩れてね。よいしょ。フェニックスが早く回ります。これに対して相手はね、さすがにウィザード出せない。さあ。よいしょ。いや、これモンクのノックバックも強いですよね。痛ぇ、なんか。いや、でもウィザードマジボコボコにしてる。で、怖いスピで回しながらの、マジ気づけば、フェニ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 ータイム。さあ、これ嫌な目はね、もしかしたら来るかもしれないっていう。来て？いや、来なかったけど、まあまあまあ、フェニックスがめっちゃ頑張ってるんで、よしとしましょう。で、まあ一応ポイズンもね、あるんで。さあ、だんだんとダメージは追い上げていったよと。あれでなんかヤンキーヤナメ来たっすね。これマジでね、ヤナメ、これも全部マジで反射してしまえば最強なんですよ。このゴブギャンに対して、まあバルキリが今回はあるけど、ナイトとかだったらマジで何もできないんですよね、相手が。マジ強すぎ。諦めた？あー、全然諦めてなかった。やばい。え？って逆にやばい。さあ、せっかくならおしゃれに文句の反射とかで勝ちたいみたいな負け筋を考えついてはいる。うわ、なんかすげえマジで綺麗なヤナメが帰ってきましたね。そんなつもりはなかったんですけど、さ、気づけば、まあ、ポイズン削りですよというわけで、まあ、基本的にフェニックスアイスピとかボムタワーアイスピ、まあ、困ったらね、フェニックスフェニックス受けたらボーポイすればいいわけですし、とりあえずフェニックスプラスのアイスピの防衛がねめちゃくちゃ強いので、ぜひねやってみてください。フェニックスが一生飛んでます。はい、というわけで6位から1位でした。まあ、一旦改めて見るとこれですね。第6位がエリゴーレイ、第5位ロイ、第4迫撃、第3バルーン、第2がスケラトで、1位ディカっぽいですね。はい、ぜひ皆さん参考にやってみてください。これ全部僕のね感覚で紹介してるんでね、はい、クレームとはね受け付けてないので、はい、よろしくお願いいたします。ではお疲れちゃんでした。またねー。